ドラフト7位投手が42歳で2000本安打達成。習志野高から93年ドラフト7位でロッテに投手として入団。まさか2000本安打を達成するとは夢にも思われなかった。入団1年目に打者への転向を決意。入団4年目の1997年7月に1軍初昇格を果たすと、デビュー戦でプロ初安打をマーク。イチローが MLB に移籍した2001年に首位打者に輝く。同年から6年連続で打率3割を記録し、球界を代表する安打製造機に成長。代打での起用が中心となっても練習量は変わらず、試合に臨む姿勢や準備に手を抜くことは一切なかった。2018年9月22日の試合で、史上52人目となる2000本安打を達成。42歳9ヶ月での達成は、和田に次ぐ2番目の年長記録。引退試合では、4打数0安打通算安打が、2000本ちょうどで現役を引退した。